チームで働く仕事がしたいってよく就活生言うんですけど、うん、率直に言うと世の中新聞とかニュースとか見ててもすごい就活が採用人数減らすよとかサークルしかなくてそれで満足してたんですよね、まあ、自分の中で大事にしてるをちゃんとやった方がいいな。どうもしゅんです。こんにちは。今日はですねサイバーエージェントの人事のお二人をお招きして就活体験談をお聞きできたらなっていうふうに思っております。お二人の方から簡単に自己紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか。サイバーエージェントで今エンジニアの新卒採用の責任者やらせていただいている峰岸と申します。サイバーエージェントのビジネスコースの新卒採用採用人事をしております坂上沙織と申します。よろしくお願いします。実際に就活生の時にどういった就活をしていたのかっていうことをお聞きしてもよろしいでしょうか。僕はですね学生時代就活2回実はしてまして、学部の時と大学院の時それぞれ2年後にしたってことになるんですけど、2回行ってます、うん、学部の頃は僕国立理系大学情報系というバリバリの理系だったんですけれども、プログラミング好きじゃなくて、はい、プログラミングやりたくないなっていう思いを持ちながら就活をしていて、まあ、いわゆる広告代理店とかテレビ局とか旅行代理店とか俗に言う二次就職就活っていうのをしてました。ただそこでやっぱやりたくないことから逃げての就活ってあんまりうまくいかないなと思って、うん、そこでの就職を一応内定はもらっていたんですけど、辞めて修士で改めて就活したいっていう理由で進学して2回目の就活を行ったっていう感じ。聞くところによると、峰岸さんが就活していた、2回就活していた時期が、どちらも世界的な不況と重なっていたっていうふうにお聞きしたんですけど。そうなんですよ。なんか学部の時にリーマンショックで就活でわたわたし始めてて、マスメディアもすごいな、こう、林立てられてた時で、2年後またじゃあ景気も落ち着くだろうと思ったら、今度は東日本大震災が就活の途中でやってきたっていう感じでした、ね。なんか影響とかってありましたか、就活に。影響としてはやはり、募集人数が減ったりっていうのは、確かにあったような気はしています。ただ僕は2回目の就活なんかはウェブ系企業しか受けてないので、割と早いうちに始められてたので、東日本が起こった3月の時点では内定がもう出てたりとか、もう最終面接前だったりっていうところだったので、これからすごい始めるっていうところでの不安みたいなところはそんなになかったかもしれないです。あ、そうなんですね。ちょうど今もこういったコロナウイルスによって採用枠が少なくなっていくっていう風に世の中的な流れの中で、峰岸さんの経験っていうのは今の学生とも重なる部分もあると思うんですけど、アドバイスがありましたらお聞きしたいです。やっぱ不安だと思うんですよね、うん、世の中新聞とかニュースとか見ててもすごい就活が採用人数減らすよとか、オンライン面接大変だよとか、会社説明会なくなるよ。ただなんかそこってまあもちろんそうで、企業も結構あたふたとしているところではあるっていうのが実際のところではあると思うんですけれども、じゃあその時間そのいきなし企業に出向くとかの前に、まずは自己分析とか自分の価値観をこうちゃんと深掘りするっていう時間に当てられれば、いざ就活が今まで通りになった時にいいスタートが切れるんじゃないかなっていう気持ちはしてます。坂上さんはどういった就活をされてたんですか？私は就活始めたのが大学3年生の6月かな、ちょうど1個上の代が就活終わったぐらいに先輩たちからそろそろやった方がいいよみたいな話をされ始めたので、まあ、結構その当時にしては早めに始めた方ではあったかなと思います、はい、で7月8月にかけて夏のインターンシップ今申し込んだりとか行ったりとかして、その頃はこう業界は絞らず幅広くいろいろ見てました。で秋ぐらいから街づくりとかそういうところやってみたいなと思ってディベロッパー不動産系を割と中心に見まして、ただ冬ぐらいにこうディベロッパー不動産面白いけどなんかもっと広告っていう業界の方が興味あるなっていう興味がこう移り変わっていって、最終的には広告に割と絞って冬以降は見てまして、最後サイバーエージェントから内定を4月頃にいただいて5月末に承諾をして終了と。じゃあその成功の要因みたいなのってありますか？成功の要因は1個確実に言えるのが自己分析が上手くなったというか、はい、そこにしっかり向き合うことができたっていうところは結構大きな要因だったかなと思ってて、秋とか冬ぐらいまでって就活だし自分をよく見せようとしすぎていたというか、なんかいいこと言わなきゃいけないかみたいなのは結構あって、それで自分をこうよく見せようよく見せようみたいな感じで
結構なんか就活のための自分みたいなところを作りがちだったんですけど、でも冬ぐらいにちょっとそれ違うかもって、も初めて本音で自分と向き合うことを始めてからすごく面接も通るようになったし、本当に自分が行きたいと思う企業に出会えたっていう感覚があるので、それが一番大きかったのかな。坂上さんが具体的に行った手段というか自己分析の対策みたいなのがあったら教えていただきたいです。まず自分史を作る、自分の出来事とか今まであったことを全部幼稚園からその今に至るまで書いて、その一つ一つの出来事に対して質問をめっちゃしました。自問自答、なんでそれが楽しかったのかとか、なんでそれが辛かったのかとか、それがそのチーム活動であれば自分はどういうポジションでどういう役割をしてたかとか、その経験から何学んだかとか、それを経て何が残ったかみたいなのを、なんか9個ぐらい質問項目があって、それを 全出来事に対してするっていうのをやって、それで初めて材料ができて、そこからじゃあまとめていこうみたいな結構最初に網羅して安心をするっていうのは結構大事ですね。あとなんか結構人によって性格とかやり方も違うと思うので、いかにこう自分が納得できる方法を見つけるのかっていうのは結構大事かもです。私も5個ぐらいやり方試して最終たどり着いたやり方だったので、試行錯誤しましたどうしてサイバーエージェントさんを選ばれたんですか？最終の決め手としては、自分の努力でどうにでもならないところで決めようって思ったっていうのがあります。で、具体的にどういうことかっていうと、自分の力で何とかできることっていうのは、例えば技術力を上げるとか、なんか成長するっていうのは、ある程度の環境とかがあれば、なんか自分の努力次第で変えられると思うんですけども、逆にそこで働いてる人だったり、そこの会社のカルチャー、文化みたいなところは、1年目の僕が入ったところで絶対変えられないじゃないですか。だからそういうところがあって、そこが人とカルチャーが一番十分にマッチする、自然体でいられる、のびのびとやれそうっていうところで、どこがいいかなって最後悩んだら、サイバーかなって思った感じです、どんなカルチャーなんですか、サイバーエージェントさんって。若いうちから本当に任せてもらえるっていうのは本当にその通りで、任せてもらえるというよりも、手を挙げてちゃんと新卒とか若手の話を聞いてくれて、議論をさせてもらえる会社だなっていうのはすごく思います。上から言われたことをやるではなくて、どん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 議論をさせてくれる、でそれを挑戦させてくれるっていうのがすごくいいなと思って、なんか言い方は悪いかもしれないんですけれども、別になんか成功を新卒に別に求めてないというか、先行投資みたいな感じでいろいろ経験させて、でそこで得た経験を次に生かすみたいなのがすごくカルチャーとして蔓延してるかなというふうに思ってます。自分をこう取り繕ってやるのって結構息苦しいし、本当の自分じゃないんで、当時就活してた時22年ぐらい生きてたと思うんですけど、22年間生きてた峯岸という形成された人物をいかに自然体で入れられるかっていうところで、サイバーが一番そうできそうだなと思ったんです。ちなみに坂上さんはどうしてサイバーエージェントに決められたんですか？理由はまあいくつかあって、まあ、最終的にその就活の軸すべてにめちゃくちゃ当てはまったからっていうのが、まあ、最後の理由にはなったんですけど、その軸の中でもこの会社ならではだなって思うところで言うと、こうチームとか組織の一体感というか、そのチーム感みたいなのがすごく強い会社だなと思ってて、それが最終的に割と決め手になったかなというふうに私は思ってます。だからそのチームで働く仕事がしたいってよく就活生言うんですけど、率直に言うと別にどの仕事も正直チームでやる仕事だと思ってて、一人でやる仕事って別にないので、どんな仕事だったとしても別にチームでできるから、なんかそれはどこの会社に行っても別に一緒だとは思うんですけど、この会社の場合仕事をする仲間だけではなくって、会社全体としての組織感というか、会社全体でこの会社を良くしていこうみたいな、そういう全体の一体感があるなと思ってて、そこが他社さんと比べて圧倒的に強いなと思ったので、こう自分の自己分析した時にやっぱりこうチームで一つの方向に向かうとか、みんなで一個を作り上げるみたいなことをしてる時が一番生き生き動けてるなっていう感覚があったので、なんかそういう意味でそのチーム感組織感っていうのを最終的に決め手としてこの会社に決めたっていうのが一番大きいかなと思います。なるほど。サイバーさんで働いて最も変わった点みたいなところを教えていただきたいなっていうふうに思っています。圧倒的に自分ってなんてまだまだだったんだということを自覚させられたというか、この会社に入ったことで、どういうことかっていうと、サイバーエージェントに入る人って結構その何か頑張ってきたことが結構ちゃんとあるというか、これやってきましたみたいなものが結構言える人が多いなと思って、私もそうだったんですよ。大学生活はみんなこれやって、結構自分のこれまでの人生に誇りを持っているというか、結構私頑張ってきたし、結構いろいろできるって思って入ったけれども、この会社に入って同期と会って初めてびっくりしたのが、自分のこれまでの努力とかやってきたことがこの会社に入ると全然すごくないというか、いい意味で当たり前すぎると。みんなの努力の平均値が高すぎるから、みんながあれ
れやったこれやった、自分の電車がこれ持ってるっていう状態が結構あるので、自分は普通だっていうこの会社。もう当たり前が高いんですね。あ、そうですそうです、もうみんなすごいっていう周りもから、だからなんかすごく尊敬も生まれるし、自分はまだまだもっとやらなきゃいけないっていう、そういうなんか視座が上がったのは結構この会社に入ったからこそだったかなっていうのは感じます。自分ができると思ってる人ほど来た方がいいかなっていう。僕のサイバーに入った最初のイメージって暑苦しいやつ多いなっていうイメージだったんですよ。ビジとかが特に、はい、でそれがちょっとなんか暑苦しくって、みんなこう野望とかがすごくある人たちだから、ちょっと暑苦しいなと思ってたんですけれども、それが半年1年と一緒にやってみくと、そいつらが成果出してたりとか活躍してると、なんかかっこいいなってちょっと思うようになってきてしまって、でなんかうちの会社の特徴でいうと、高い目標を掲げて視座高い人たちが本当に1年目からガンガン行って、でさっき言った通りこうチャンスを与えてもらえてるから勝ち取るというか、成果を出せてる人が多くなってきて、今まで学生時代ってその目標っていうのはそんなに持って生きてなかったんだけれども、そういうのを持って仕事するようになってきたっていうのは結構変わったポイントかな。でそれがなんかいいことなんだっていう、なんか自分の中でも高い目標を掲げることがかっこいいことなんだって、俺は結構この会社入ってからかもしれない。なるほど。こういうことをやってよかった、こういうことをやったらいいんじゃないか、今の人事視点でも学生時代の経験でもどちらでもいいので、あれば教えていただきたいです。僕は大学時代結構そのサークルにどっぷり見つかってて、基本的にコミュニティがサークルしかなくて、それで満足してたんですよね。まあサークルとバイトか、それに明け暮れて楽しんでたけど、学生のうちにとにかく何をやるでもいいけど外の世界に顔を出すっていうところはめっちゃ大事かなと思って、学校内とかサークル内って居心地いいんですよね、楽しいから、そうなんだけど、外の学校の人とこう絡んでみるとか、インターンに行ってみるとか、でそこで他の学校とか他のコミュニティで育ってきた人たちとか、行動してきた人たちと価値観の違いをこう共有するとか、なんかもうエンジニアでいうと技術力が自分学校の中でまあまあできると思ってたけど、外に出たらもう小手場にされたみたいなケースもあると思うんですけど、とにかく外の世界に顔を出すっていうのはすごく大事にした方がいいですね、学生時代。確かに、なんか別に今コロナの話で外に行けないかもしれないけど、むしろネット使ってなんかそういうところの人たちとコミュニケーションを取って情報交換するってだけでも全然違うと思うし、まあ、一方的に見に行くだけでもいいと思うんですけど。高梅さんは何かございますか？自分が本気でやりたいと思うこととか、自分の中で大事にしてる軸に関わることをちゃんとやった方がいいなっていうのはなんとなくあって、なんかこう適当に大学生活を過ごすというよりは、こういう理由でこれをやるとか、目標を持ってこれをやるみたいなのがある方が多分成功の幅も広いし、結構自分の将来像にも近づける一歩になるかなと思うので、そこは結構大事にしてもいいかなと思います。就活した時に思ったのは、自己分析って就活の時しかやらないじゃないですか、はい、でもなんでこれ今までやってなかったんだろうって結構思って、その自分が人生で大事にしたい軸とか、こういうことやりたいっていうのって大学のサークル選び、ゼミ選びでも別に使えると思うんですよ、うん、私むしろやった方がいいと思ってるので、自分がやってなかったけどやった方が良かったなって思うことで言うと、なんか自己分析を就活に限らず大学入った時からやっても良かったんじゃないかなってちょっと思うかも。確かに22卒のエントリーを開始しております、はい、今年もですね、例年やってるんですけど、ドラフトという形式のあのインターンシップをさせていただく予定で、例年は夏だけ、ドラフトって夏だけなんですけど、今年冬も開催するので、ドラフトが2回開催されるというのが22卒のあの特徴になってます。ドラフトっていうのは、そのサイバーエージェントって毎年たくさんの方がインターンシップに参加してくださるんですけど、その参加したインターンの中でも特に大活躍していたねっていう方をさらに選抜をして、本当に活躍したトップ 1% の学生が集まる最終決戦みたいなものをやるっていう、その選抜されていくっていう形式を野球のそのドラフトと掛け合わせてドラフト形式っていうふうに呼んでるんですけど、あのそういうインターンを今年もやる予定なので、詳細はホームページにあるんですが、まあ、サイバーエージェントに興味あるないに関わらず、今年の夏熱いバトルに参加したいとか、優秀な学生に会いたいという方はぜひエントリーしていただけると嬉しいなと思ってます。はい、お待ちしてます。でエンジニアの方は、まあ、同じくで22卒で、エンジニアは22卒以降っていう言い方をさせてもらってるんですけど、23、24ももうウェルカムっていう感じでさせてもらっていて、インターンの募集
オープンしてます。でサイバーエージェントエンジニアインターンとかで調べてもらうとそのインターンページが出てくると思うんですけども、まあ、今年こういう状況なので日程を後ろ倒しにして様子を見ているものもあればもう日程そのままでオンラインでやるっていうところもいくつか決まってきているので、だからそこら辺ぜひぜひエントリーしてほしいな。下の概要欄に Twitter のリンクの方も貼ってあるのでよかったらフォローしてみてください。ということで今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。